リールディはリールディ社が開発、販売しているデジタル 3D システムである。劇場スクリーンの回収が必要であるが、導入コストが低く、映画館の 3D システムとして世界で最も普及している。円変更方式を採用している。リールディの円変更方式 3D メガネ2つのリールディ用メガネを使用し、変更の効果を示した写真片方の目で鏡を見た状態。 目を開いていても常に反射光は暗い。写真の眼鏡の間に鏡があることに注意。リールディには円変更方式が採用されている。直線変更の映像は3次元の感覚を得るために、ほとんどかしげることなく首をまっすぐしておく必要があるが、円変更は首をかしげても3次元映像が崩壊しないという点で、直線変更より円変更の方が利点がある。 A 写機は1秒あたり144回、左目用と右目用のコマを交互に投影する。右目用が右円変更、左目用が左円変更のコマとなる。Z スクリーンと呼ばれるプルプッシュ方式の電気光学液晶変長期が変更を切り替えるために A 写用レンズの正面に配置される。左右それぞれの目が指定されたコマだけを見るように、 反対周りに変更しているレンズをはめたメガネを観客は着用する。首をかしげても指定されたコマのみが目に届く。リールディ 3D シネマにはそれぞれのコマが3回ほど点滅するトリプルフラッシュと呼ばれるシステムがある。通常、現映像は片方の目で1秒あたり24コマ存在するが、これだけだとカメラが水平方向に動いたとき微妙な残像や揺れが発生する。 可能性があるからである。円変更フィルタ固有の光量低下を補い、反射光の減少を低減するため、また変更を維持するためにシルバースクリーンが採用されている。結果として、スクリーンの前後に広がるように見える3次元映像が得られる。リールでは、プロジェクターの解像度を半分にする 3D 映像ではない。2K の DLP 画像処理チップを使い、 完全な 2K の解像度を提供する。チップは、リールディシステムで必要とされる 144Hz のリフレッシュレートを満たす必要がある。コマ1の左目の画像は、画像処理チップで生成され、Z スクリーン変調器によって左に変更させられる。コマ1の右目の画像は、画像処理チップで生成され、Z スクリーン変調器によって右に変更させられる。 現映像の各コマが3回、それぞれの名用に繰り返され、結果的に1秒あたり144コマ得られる。この秒144コマの切り替えは、デジタル 3D シネマだからこそなし得た技である。また、この方式により画像生成チップで生成できる、完全な解像度を確保している。ソニーの 4K プロジェクターを使用した場合、4K の SXRD デバイス上に、 左右2枚の 2K 画像が分割表示され、片方は左目用、片方は右目用として蓄積される。映像を交互に映写するのではなく、垂直に並んだレンズを通して2つの画像は両目用とも同時に逆の変更で映写される。この時映画は 2K で上映され、2K のプロジェクターと同様の解像度となるが、ちらつきを抑えられるという利点がある。 変更を使用した 3D 映像システムは変更フィルタによる吸収のためスクリーンの光量低下を引き起こす。プロジェクターの正面の変更フィルタは映写光の半分を透過せずスクリーンの明るさを低下させる。しかしながら劇場内の周囲光や反射光やレンズの透過による現光もあるが視覚的にコントラストを過度に不快させることはない。劇場の中で 全体的見た最大の影響は薄暗い眼鏡をかけることだが明るい映写用ランプを使用することで補填できる。多くの 3D 映像システムで存在する一つの問題として気持ち悪くなったり頭痛を引き起こす観客が発生するというものがある。シーンやカットの境で距離感が大きく異なるとこの問題は発生するが一般に監督や編集者は 3D 映画では このようなカット割りを避けようとしている。星印は、エクスパンディ方式とヘイソンシネマコンプレックスチェーン、その他の映画館及びシネコン。ありがとうございます。